みなさんこんにちは。こんにちは。文星芸術大学オープンキャンパス特設サイトをご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。こちらの動画では文星芸術大学デザイン専攻の施設をご紹介していきます。やったー、イエーイ。はい、私はデザイン専攻の助手をしています飯村です。アシスタントのバブギリです。ブルガリア出身です。ブルガリア出身ですか。あ、そうなんですね。はるばる日本へようこそ。あ、もう日本長いんですね。長いんです。じゃあ大丈夫ですね。安心してください。はい、というわけで今日は2人でご案内していきます。いきます。では早速行ってみましょう。レッツゴー。こちらが EC 実習室です。おー、こちらでは PC はすべて Mac を使用していて、学生ならイラストレーターや Photoshop などのソフトを無料でいつでも使うことができます。さらにお家でも Adobe のソフトは無料で使えます。はいはいはい。はい、バブゲリ君、この PC 実習室はどんな授業で使われているの？イラストレーターや Photoshop などのソフトの使い方を学ぶメディアリテラシーっていう授業で、1年生の時から使いますね。すごい、1年生から使えるんだね。僕もみんなみたいに使いたいな。バブギリ君にはちょっと早かったね。こちらがデザイン専攻の実習室です。この教室は1年生の教室ですね。ここではイラストレーションや製本など様々な授業が行われています。イーゼルとかもあるね。イーゼルなんてよく知ってるね。僕も絵描くからね。他にも1年生から3年生は5階に、うんうん、4年生や大学院生は2階にと、各学年に1部屋実習室があります。そうなんだ。こちらは写真スタジオです。わあ、なんかモデルさんの撮影でよく見るやつだね。本格的。ここには本格的な撮影に適した環境や必要な機材が揃っているので、人物撮影とか綺麗に物を撮りたい時なんかはここを利用しますね。そうなんだ。授業でこの施設を使うこともあるの？もちろんあります。1年生の授業の中に写真の授業があって、その授業の中で機材の使い方や綺麗な写真を撮るためのライティングの方法を学んでいきます。すごい、自分で雑誌みたいに写真を撮れちゃうんだね。今度撮ってみよう。そしてそんな写真スタジオの向かい側にある写真編集室という部屋がこちらです。おー、暗室とも呼んでる部屋ですね。暗室、ここは何をするところ？ここは写真を現像したりできる部屋で、光が全く入らないように真っ暗にすることができます。専用の薬品や水につけるとフィルムに映し出すことができるのは知ってるかな？映画とかで見たことあるよ。そうですね。その作業をしている部屋がここです。そうなんだ、すごいね。こちらはデザイン工房という施設になります。工房、機材がいっぱいだね。ここでは木材をカットしたり加工したりできる施設となっています。そんな施設まであるんだ。じゃあこの機材は木を切ったりするための機材だね。そうですね。ただカットするだけじゃなく、やすったり丸い形に切ったり、さまざまな加工ができる施設となっています。すごいけどちょっと怖いね。そうですね。でも先生がちゃんと使い方を教えてくれるし、特に危険な機材は先生や女子もお手伝いするので安心して使用できます。そっか、じゃあ安心だね。ねえねえ、なんか動いてるよ。これはルーターといって、木材やアクリル板などをデータ通りに正確にカットしてくれる機材です。データ通りに？じゃあ文字とか自分で作ったキャラクターとかも木で作れるの？そうなんです。それだけじゃなくて、このデジタルファブリックルームにはレーザーカッターや 3D プリンターも置いてあります。これを 3D プリンターで実際に作成したものです。わっ、木にイラストが。これだけの機材が揃ってるなんて予想外だよ。
ここは映像編集室という部屋で外部からの音が入ってこないので録音ができたりする部屋です。昨年度の卒業制作でアニメを制作した子もここでキャラクターの声を録音したりしてました。確かにちょっと声優さんがお仕事してる現場っぽいね。そうですね。逆に外に音が漏れたりもしないので、バンドやってる子がここで練習したり CD を作ったりもしてます。僕も音楽大好き。次は工芸分野の施設に行ってみましょう。デザイン専攻には工芸の分野もあるんだね。そうなんです。陶芸と染色の分野があるので、まずは陶芸から行ってみましょう。レッツゴー。ここが陶芸塔か。ここで器とか作れるんだね。器だけじゃなく、ランプシェードを授業で作ったり、可愛らしい小物の制作をする学生もたくさんいます。そうなんだ。なんか陶芸ってちょっと硬い伝統的なイメージがあったけど、可愛らしいものも作れるんだね。奥には釜場があって、形成したものはここで焼き上げます。これを経て完成するのか。釜の中で割れちゃったりとか、思うようにいかないこともありますが、完成を見た時の感動は他の分野では味わえないような達成感があるのが陶芸のいいところです。うんうん、自分が作ったものでご飯食べたりしてもより美味しそうだよね。最後に染色塔に行ってみましょう。3階建てだ。1階が布の前処理、後処理をするところ、2階では主に染め、3階が織りの作業ができる施設となっています。そっか、染色には染めと織りがあるんだね。基本的には授業では染めを学んでいく流れになりますね。へえ。自分の好きなイラストなんかを T シャツやトートバッグにプリントできるシルクスクリーンや、藍染め、絞り染め、友禅染めなど様々な染めの手法を学ぶことができます。そうなんだ。もちろん希望があれば織り機を使って生地を作ったりすることも可能です。すごいな。はい、ということでデザイン専攻の施設を案内してきましたが、バブゲリ君はどうでしたか？やる気があればいろんなものが作れちゃうね。そうですね。僕もいろいろ作ってみたくなったよ。はい、ということでデザイン専攻の施設ツアー、皆さんいかがでしたでしょうか？今やりたいことが決まっている人も、まだまだ将来に悩んでいる人も、いろんなことを想像しながら見ていただけたら嬉しいです。他にもこのオープンキャンパス特設サイトでは、学生たちの作った作品や授業の流れなどを見ることができるので、他にもいろいろと覗いてみてください。私たちデザイン専攻はいつか皆さんにお会いできる日を楽しみにお待ちしております。あ、ボブヘリも待ってるよ。ではまたお会いしましょう。バイバイ。